このぐらいの硬さ。だいたい完成しましたんで、滝を流し込んでいきます。チーズがとろけてうまそうでしょ。はい、どうも料理のお姉さん、リュウジです。はい、ということでですね、今回はですね、味の王さんとね、コラボ企画でございます。勝ち飯スタジアムを作っていこうのコーナーです。勝ち飯スタジアムってじゃあ何ぞやっていうことでですね、ホットプレートで作る、料理なんですけども、2つのメニューを同時に作ってですね、食べ比べしながら盛り上がれるっていうような、新感覚の食べ方。レシピサイトでも、どうやら人気らしいんですけども、家族やお友達と楽しむことが、できると思います。なんと今回はもう一人、あの超有名料理系 YouTuber のですね、気まぐれクックさんとのコラボでございます。ということでですね、やっとこのチャンネル、気まぐれクックさんとコラボできるようになりましたよ。皆さん、このご時世なので、リモートで、やり取り、するような形になるんですけども、今回はですね、お互いもう打ち合わせ、させていただいてですね、この食材でやろうっていうのをお互いに決めております。私からの、題材でニンニクですね。はい、ニンニクを使った料理。気まぐれクックさんからのお題でイカを使ってくれと。勝ち飯スタジアムって2つの料理を作る、同時に作るものなので、僕のお題のニンニクを使った料理、まず気まぐれクックさんのお題のイカを作った一品、これがね、同時に楽しめちゃうっていう勝ち飯スタジアムを作っていきます。そしてですね、出来上がった後にリモートで、自分の作ったのをお互い食べ合うみたいな、リモートがつながるらしいので、なので、僕も、ガンガンテンション上げながらやっていきたいと思います。じゃあやっていくぞ。リュウジのバズレシピ。さあ、ということでですね、材料紹介、していきたいと思います。2つの料理を作るので、結構材料多いんですけども、何を作るかというと、ニンニクでベーコン入りのですね、ガーリックライス、あと、イカでですね、今回ね、ちょっとイカってなかなかスーパーにあまり売ってないかなと思ったので、僕の場合はシーフードミックスを使います。魚介のトマト煮込みを作っていきます。はい、ガーリックライスの方、ご飯ですね、これ4人前なので、800g 用意しました。ベーコン、これが 120g、 玉ねぎが1個、バターが 40g、 生のニンニクがベストです。はい、これが、4かけですね。シーフードの方ですね、シーフードミックスが 440g、 はい、でトマト缶2缶、オリーブオイル大さじ4、醤油が小さじ4、塩が、ごめんなさい、塩はこっちだったね。塩が適量です。はい、味の素ね、味の素とコンソメ、あと黒胡椒。チーズはね、ちょっと見ててください。これね、後でね、ものすごい使い方をしますんで。はい。ちょっと今回勝ち飯なので、勝っていかなきゃいけないと思うんですね。なので、ちょっとね、勝っていきます。はい、勝ち飯スタジアムという企画に、勝っていきたいと思います。あ、勝った。ということで、やっていきたいと思います。じゃあね、まずね、玉ねぎ。今日はね、4人前なんで、かなりね、ボリューミーなんですよ。こいつを。千切りじゃねえ、スライスにしていきますよ。こんな感じでね、薄めの、スライスにしていただければ大丈夫だと思います。はい、玉ねぎ一回開けまーす。はい、ニンニクはケツ落として、全部のケツ落として、ボコボコにしてください。で、そしたら皮がトロントロンと剥けますんで、芯はね、焦げやすいからね、取ってください。はい、こんな感じでね。はい、こんな感じで、粗みじんで大丈夫です。ベーコンはこんな感じでうまそうな切りにしていきます。棒切り、表紙切り、表紙切り、適当に切ってください。切り終わりましたので、ホットプレートカモン。はい、ということでですね、ホットプレート、ここが勝ち飯のスタジアムになるわけですね。火はね、強めに設定してある、一番強い、250度で設定しております。煮込みの方から作っていきます。で、オリーブオイル、大体大さじ、4ぐらい、結構入れちゃっていいですね。軽くお塩をしてあげますと、浸透圧で、しなっとすぐなりますので、こいつを炒めていきます。で、しなっとなるまでね、炒めてください。飴色とかにする必要は、ないです。煮込みの方から作っていきます。なぜかというと、煮込みの方が水分量が多いからですね。ガーリックライスの方から先に作ってしまうと、ガーリックライスがね、煮込みが終わるまでにはカピカピになっちゃってますのでね。ガーリックライスの方は炭水化物がちゃんと取れてですね、こちらはお野菜とタンパク質がちゃんと取れるような栄養バランスも考えた設計になっております。しなっとしてきて、シャキシャキ感なくなったなと思ったら、ホールトマトです。ただカットトマトでもいいです。最初にね、潰しておくんですね。こんな感じで潰せたら、ここにドバッと煮込んでいきます。
トマトと、玉ねぎを混ぜ混ぜして旨味を出していきます。火はね、強めでやっていただいて、大丈夫です。コンソメがね、小さじ4 4半ぐらいかな。これでね、旨味をつけていきますね。じゃあトマトのね、酸味をね、飛ばしていきます。シフトミックスもこれね、解凍するの面倒いので、こういったものなんですけども、これね、こっち使って、炒めていきます。こっちはオリーブオイル足しましょうか、少しね。ホットプレートの煮込みってあんまやらないと思うんですけども、火力がね、ちょっとね、ホットプレートだと、低かったりもするんで、一回広げて蓋をせず、15分煮込んで、固めの、煮込みを作っていきます。じゃあこの感じでですね、トマトソースが固くなったら横にバイバイしましょう。ゴムベラ使ってあげた方がいいです。そうするとね、綺麗に大陸が分断されますんでね。このぐらいの硬さ、こっちにグルです溶かし込んでいきます。はい、グルフンですね。はい、ベーコン、ご飯ライスを作ります。ガーリックを炒めます。ベーコン、ニンニク、ご飯は全部一緒に入れて炒めちゃって大丈夫です。ほぐしながらやってください。塩ですね、まあ、大体ね、小さじ1ぐらい入れちゃいます。味の素 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16振りぐらいこうやって炒めていきますね。シリコンベラがいいです。なぜかというと、ホットプレートね、金属ヘラとかだと傷つけちゃうんでね、シリコンベラあるとすごく便利です。あれが炒まったら、なんだこいつを適当にかけます。最初ね、ベーコン炒めてもいいんですけども、僕はね、あんまカリカリじゃないベーコンの方が好きなので、最初に、全部一緒に入れちゃいました。はい、リクエスト。これでね、大体完成しましたんで、最後に間にですね、チーズの滝を流し込んでいきます。蓋してチーズをチーします。はい、チーズがとろけてうまそうでしょ。パセリをね、はい、保温にするんですね。勝ち飯イタリアンプレートの完成でございます。はじめまして、ゆいさん、よろしくお願いします。金子さん、よろしくお願いします。いつも拝見しております。こちらも拝見させていただきます。ありがとうございます。もう本当に恐縮でございます。本当にゆうじさんからの、指定していただいた食材がニンニクということで、こちらを作りました。お祭りをイメージしまして、はい、お祭りっぽい感じで、はい、海鮮お好み焼き、ほうれん草と、はい、であとゆうじさんからの指定の食材ニンニクで、玉ねぎのガーリックソテーですね。いいですね。です、野菜がたっぷり取れますね、これね。そうですね、元気の出る料理ということで、はい、僕の方もはい、うわ、楽しみ。こんな感じになっております。イカを指定していただいたんですけども、ご家庭でも手に入りやすいようにシーフードミックス使わせていただきました。なるほど。これでトマト煮込みを作りました。僕の、指定のニンニクでベーコン入りのガーリックライスを作りまして、で、真ん中にチーズの海を作りました。素晴らしい。ありがとうございます。ゆうじさん、いつか実際会って、はい、一杯飲みましょう。いいんですか。ぜひお願いしたいですよ。ぜひよろしくお願いします。僕も実はハイボールめちゃめちゃ好きで。ハイボール好きな方は大体友達なので、僕、はい、あじゃあちょっと食べましょう。醤油とニンニクを炒めました。でちょっと片栗粉まぶして、よく絡むようにしました。はい、あ、いいですね。はい、あ、いいですね。うん、うまい。お好み焼きは3種類の魚介が入っております。ペンサキイカと今が旬のマダコですね。あとエビです。じゃあいただきます。調理風景は見れてないんですけども、やっぱりさばいて入れていただいた感じですか。はい、さばきました。金子さんのさばいた魚介類が食べたい。実はサラダ作ったんですよ。シコドドレッシング、ありがとうございます。あれね、結構ね、いろんなものにあって、魚介とかもね、いい感じに美味しく食べられるんですよ。動画で使わせていただいてもよろしいですか。あ、もちろんです。もういくらでも使ってください。ちょっと僕の方も食べさせていただいても大丈夫ですか。ベーコン入りのニンニクを使ってガーリックライスを味の素で作りました。チーズをこうとろっと乗っけながら食べる。うわ、うまっ。めちゃめちゃうまいです。いいなぁ。生のニンニク使ってるので結構ね、香りもしてすごく美味しいんですよ。こっちはですね、ホールトマトと玉ねぎと一緒にシーフードミックスを煮込んで、うん、イタリア風の海鮮煮込みにしてます。チーズ絡めて、めちゃめちゃ最高に仕上がりました今回。実はですね、このガーリックライスにこのトマトソースをかけるとうまいんですよ。チーズとライスと、トマトを合体させて、
すごい美味しいものができました。金子さんがいただいたあのイカっていうテーマすごい良かったです。本当ですか。僕もニンニクすごく使いやすかったです。本当ですか。あ、良かったです本当に。いっぱい混ぜたいですね。本当ハイボールで乾杯したいです。また企画させてください本当に。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今回本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。ありがとうございました。失礼します。失礼します。さっきですね、憧れの金子さんとちょっと共演できまして、かなり、浮かれておりますけども、残りもあるので僕が平らげていきたいなと思うんですけども、勝ち飯ということでですね、スープ類が足りないんですね。今回はね、カップスープ、冷たい牛乳で作る、カップスープ、これをですね合わせて、食べていきたいなと思います。入れて冷たい牛乳をね注いで混ぜるだけでいけるんだよこれね。でこのカップスープと一緒にトマト味合いますね、すごくね。もちろん別々に食べていただくのもいいんですけども、合わせた時のよく言ったらないですね、単体でも非常に美味しい出来になってます。最初に作っててそのままずっと煮込んでいたので、すっごく味わい深くなってます。これこのチーズ、これがねうまいんですよ。たまんねえなこれ。今日はねちょっとスタッフさんがいるのでね、みんなで一緒に残りは食べていきたいと思いますんで、ということでですね、イタリアン勝ち飯スタジアムどうだったでしょうか。今から買い物行って試したくなるぐらいこの魅力伝えられたと思います。今回、紹介させていただいた勝ち飯イタリアンスタジアム、ぜひやってみていただきたいんですが、今回紹介した料理はですね、勝ち飯というアスリートが実践している味の素の栄養プログラムに基づいて僕流にですねアレンジしたレシピになります。栄養もしっかり取れるし、楽しくて盛り上がっていいと思いますのでですね、皆さんぜひやってみてください。